Engine for the Life。 車で行こうです。今回はマイナーチェンジでイメージを一新したボルボ V40 と V40 クロスカントリーをご紹介します。ボルボのフィロソフィーをコンパクトなボディに凝縮したモデルとして2012年に登場した V40。 世界的に人気のこのモデルがどう進化したのかチェックしていきます。V40 はスカンジナビアンデザインのインテリアも大きな見どころです。今回新しく追加された独特の柄のシートなどボルボならではのセンスを楽しみたいと思います。それではポイントを見ていきましょう。ボルボのプレミアムショートワゴンとして日本でも高い人気を誇る V40、 今回 SUV テイストの V40 クロスカントリーとともに外内装デザインの変更や新しいグレード体系の導入が行われました。エクステリアでは北欧神話をモチーフとした T 字型ポジションランプ内蔵の LED ヘッドライトと縦線を強調したフロントグリルが新世代ボルボをアピール。インテリアではシティウィーブ柄のシートや新しいアルミパネルの採用によってその個性をより深めています。エンジンは3種類を用意。 T3 はガソリンの 1.5 リッターターボ、T5 はガソリンの2リッターターボ、 D4 はディーゼルの2リッターターボとなります。いずれも低燃費と高出力を追求したドライブ E と呼ばれる最新世代のエンジンです。安全面では歩行者やサイクリストを検知する自動ブレーキなど10種類の先進安全機能に加え、今回から歩行者エアバッグも全車標準装備となり、より安全性の強化を図っています。今回は V40 が 1.5 リッターのガソリンエンジン、そしてクロスカントリーはディーゼルということで走りの違い気になりますね。そうですね。 CM の後はいよいよ試乗です。エンジンフォーザライフ。今日はマイナーチェンジしたボルボの V40 に試乗しています。今乗っているのがガソリンエンジンを搭載した T3 のモメンタムというグレードです。これ真ん中ぐらいのグレードなんですけれども、このインテリアがとてもいい感じです。このステアリング、2トンのステアリング、本当にこれ見た目もいいですし、こうしてこう触った時のベタベタしないんだけれども手のひらにいい具合に吸い付く、この革相当いい革使ってますよね。それからこのシート結構おしゃれな柄なんですね。でサイズ的にもゆとりがありますし、硬すぎず柔らかすぎず、それからどこか一点にその体重が集中してしまうようなこともない、共通するボルボの、良さの一つとして長時間乗っていても疲れないシートです。この 1.5 リッターのターボエンジンですね、非常に滑らかで静かに回ります。それから低回転域から太いトルクを出しているというのが特徴ですね。スポーティーというよりもその持っている余裕を、いろんなこう快適性であるとか上質感であるとか、そういう方にこう振り向けている、そんな質系ですよね。今高速道路のジョイント部ですね、これを通過しているんですが、いやーこれ乗り心地がいいですね。 V40 に乗っている人が乗り換えたら、ああ乗り心地良くなったねともう一発で分かるぐらいの進化です。この C セグメント、フォルクスワーゲンのゴルフを筆頭に競合が揃っているんですけれども、その中でもこの V40 快適性は非常に高いところに位置すると思います。全部言ってたらキリがないんですけれども、安全装備に付随して、これ日常ですごくこの快適性安全性を高めてくれるのがアダプティブクルーズコントロールという機能です。でこれもセットしておけば高速道路なんかだと、もうこうやってステアリングを、握っているだけで、速度のコントロールは、この車が、やってくれるので、非常にこれは快適性上がります。さあワインディングロードに入ってきました。この上り勾配でもこの 1.5 リッターエンジン、しっかりと、走ってくれます。さあ今コーナー入ってきたんですが、非常に安定感のあるコーナリングですね。サスペンションがしっかりと、仕事をしています。やっぱりボルボだなと思うのは、
あまりこう車の方から飛ばせ飛ばせっていう風にせき立ててこないんですね。目を三角にして飛ばさなくてもいいじゃないって気にさせてくれるのがこの V40、ボルボのすごくいいところですね。このボルボの V40、 ちょっと地味なマイナーチェンジではあるんですけれども、実際にこうして乗ってみると着実にそのハードウェアのところさらにこう熟成が進んでいるということを確認できました。おしゃれで快適で、しかも安全性の高いコンパクトなモデル、探している人には非常にこうおすすめの一台ですね。エンジン for the life。 そしてSUV テイストを強調した V40 クロスカントリーにも試乗しました。試乗したのは2リッターのクリーンディーゼルエンジンを搭載する V40 クロスカントリー D4 サマムです。アクティブな雰囲気の V40 クロスカントリー、こちらは本革シートなどが標準装備となるサマムという上級グレードでした。これもねすごく素敵だった。あの T3 のモメンタムはすごくおしゃれで軽快に走るんだけれども、こっちはやっぱりこうちょっとドシッとしてて、で2リッターのディーゼルもすごく力があるしね。 SUV と、コンパクトかハッチバックのクロスオーバーっていうのはまさに、そういう、こうキャラクターを走りでも表現してましたよね。そうですね。ちなみにヒップポイントは3センチ、普通の V40 より高めになってるんですが、見晴らしもすごく良くなってましたね。たったの3センチって思うかもしれないんですけれども、3センチ違うと結構見える景色が違ってきているので、なんかこれはやっぱり SUV テイストが入ってる車だなっていうのを外から見ても分かるんだけど、中に乗ってシートに座った瞬間にそれが感じられるっていうのも嬉しいポイントですよね。操縦安定性も素晴らしかったですし、それから力強さとともに滑らかな走りで快適、ファミリーで乗られる方にはおすすめのモデルだなって思いました。やっぱり本格的な SUV も素敵なんだけれども、でも普段例えば奥さんが街中を走るなんて時はすごく手頃なサイズだし、でもこれでキャンプ場とか行ったらすごく似合うだろうなと思うんだよね。本当ですよね。このシートいいね。もう本当に座り心地が良かったですし、あとセンターコンソールのところの葉巻色のパネル、もあれもうっとりしちゃいましたね。なんかともちゃんはこれに乗りながら、うわいいないいないいなって本当になんか褒めちぎってたね。そうですね、もう惚れ惚れしちゃいました。はい、それではボルボ V40 の安全性評価に行きたいと思います。このように二重丸それから丸が並んでいるのでよくできましたとなります。そして燃費なんですけれども、前半で使用したガソリンエンジンの T3 モメンタムがリッターあたり9キロでした。そして後半で試乗したディーゼルエンジンを搭載するクロスカントリー D4 サマムがリッターあたり 14.9 キロとなりました。ということで今回はスタジオにインポーターの方にお越しいただいています。お越しいただいたのはボルボカージャパン株式会社の青山武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青山さん、今回このボルボの V40 がかなり大きい規模のモデルチェンジ、これビッグマナーチェンジと言ってもいいんでしょうかね。はい、そうですね。で、どうなんでしょう、この V40、 僕日本でもすごく最近よく見るような気がするんですけれども、評判はいかがですか。おかげさまでご好評いただいておりまして、今日本全体のボルボの販売台数の約半分がこの40シリーズということになってます。この V40 の人気の秘密、理由っていうのはどこら辺にあるとお考えですか。やはりボディサイズが手頃であるという部分もあると思うんですが、スウェーデンブランドということもあって、人を中心にしたデザインということが、日本の皆様によく受け入れられているのかなと。デザインね、内外装のデザイン本当にいいなと思うんですけれども、今回はデザインをかなり大胆に変えてきたということだったんですが、具体的にはどんな部分が変わってきたんでしょうか。まずはですね、フロントの部分なんですけれども、LED のヘッドライト、フロントグリル、このあたりが化粧直しされたという部分が一番大きな特徴になります。また外装色も新しい色が加わりまして、例えばこのアマゾンブルーですとか、これは過去の名車のアマゾンですね。はい、60年代のアマゾンですね。こちらからインスパイアされてデザイナーが作ったのがこのアマゾンブルーというボディカラーになります。なるほどなるほど。こういう、メタリックじゃない色って今すごく人気じゃないですか。そうですね、レトロというかですね、この内装も含めてなんですが、モダンレトロな感じで、この内装もいいですね。はい、シティウィーブと呼ばれるもので、ウィーブというのが織物という意味なんですけれども、こちらも非常にレトロな、いい雰囲気のシートになってます。やっぱり例えばボルボみたいなプレミアムブランドを買おうとすると、どうしてもなんかせっかくなら
レザーシートにしちゃおうかなっていう方がまだ多いと思うんですけれども、はい、僕あれ見てすっごい気に入っちゃいましたね。ありがとうございます、うん、はい、ここで気になるユーティリティを V40T3 モメンタムでチェックしてみました。まずは後席に乗り込んでみたいと思います。さて実際の乗り込みやすさどうなんでしょうか。このように座ってみて気がついたのは、なんとここに小物入れがついているんですね、まあ、乗員の座り位置はちょっと内側にはなるんですが、こういった工夫もあります。そして開口部自体はこんな感じですね。そして実際の空間なんですが、膝周りは外から見た感じよりも意外と広い感覚で、162センチの私で原骨3つも入りました。まあ、頭上はガラスルーフがついていましたが、原骨1つ分ですね。そしてさらにこのようにドリンクホルダー、なんとこんなところについているのも驚きました。ラゲッジスペースの使い勝手気になりますよね。開口部自体は斜めに切り取られた感覚で、床面自体はこのようにちょっと高めになってるなと思ったら、なんと上下2段式の仕切りになっているんですね、うん、そしてこのようにスーパーなどの買い物をした袋をあそこに引っ掛けて走行することができるので、中の転がりやすいものが外に出ちゃって困るなんていうことも防げそうです、うん、さらにこの後席のシートは60対40の分割可動式、アクティブに使いたい方にもおすすめですね、うん、かなりこの荷室っていうのは絶対的な大きさというよりもすごく細かいところに行き届いてて、使い勝手を随分こう研究したような印象ですよね。そうですね、うん、でやはりボルボというとスカンジナビアンデザイン、はい、これは大きな魅力なんだけれども、はい、もう一つやっぱり安全性っていうのをこう、はい、語らなければいけないと思うんですけれども、どうなんでしょう、今回、安全性に関して特に大きな変更はないそうですね。はい、変更はないんですが、一つ大きなのがその歩行者エアバッグですね、うん、はい、こちらを全車に標準装備化した、これボルボが世界で初めて市販化したんですけれども、うん、こちらを全車に標準装備したのが大きな変更点ということになります、うん、これボンネットがボーンと持ち上がって、でこれエアバッグが出てきて、はい、硬いところに頭部が当たらないように保護するという機能ですか、はい、それもあってあの形になっているんですね。なるほどね。あとは今回そのグレード体系っていうんですかね、はい、これなんかちょっとこう名前がキネティックモメンタムインスクリプションサマムっていう名前がついてきましたけれども、これどんな狙いからこういうふうになったんですか、はい、まあ、それぞれのグレードで、まあ、キャラクターをはっきりさせて、はい、まあ、お客様により選んでいただける選択肢を増やしたと、うん、いうところが一番大きなところですね、うん、なるほどね、はい、今これ映ってるのがモメンタムということになるんですけれども、はい、これなんか例えばどんなものをこう狙ったグレードなんですか。一番量販グレードになるかと思うんですが、はい、まあ、お客様がお求めになるような装備をすべて盛り込んだ、うん、まあ、お買い得なグレードということで、ボルボの中ではまあこの40の中心グレードということで置いてます。なるほど。で今回ちょっとこう価格表を僕見たら、あれマイナーチェンジ前よりちょっと上がってんじゃないの、はい、って思ったんですけれども、はい、そのあたりはいかがですか。この歩行者エアバッグも含めて、あと LED のヘッドライトも全グレード標準装備してますので、はい、うん、それも含めて の価格改定ということになってまして、うんうんうん、むしろお買い得になっていると、いうことが言えるのではないかなと。なんかサービスプログラムなんかも進化したそうですね。はい、従来はですね、サービスプログラムの中でお客様にお買い求めいただく部分もあったんですが、はい、今回の改定によって、全て3年間サービスプログラム含んでいるということで、うんうん、お客様により安心して乗っていただけるような内容になってます、うん、なるほどね。はい、青山さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。 CM の後は評価です。エンジンフォーザライフ。ここでボルボ V40 の評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは熟成の進んだハードウェアと広がりを増した魅力ですね。なんか乗り心地がすごく良くなってる、それから、まあ、ディーゼルエンジンも含めてすごく静粛性が向上してるんですね。でこれボルボの方に聞くと、特にここをこうしたっていうアナウンサー本国からないそうです。ただ乗ってみると実際に違う、この熟成の進み具合、それから今回から非常にこうキネティックモメンタムインスクリプション、それからサマムですね、それぞれの高い安いではなくて個性を揃えてきた、でエンジンも個性がある、ということで広がりを増したということも丸だと思います。バツなしです。まあ、よく言えば純正ナビのスクロールとかもうちょっとサクサク動いてほしいなと思うんですが、まあ、それを差し引いても本当にこの車魅力的なので、まあ、今回罰なしにしました。は
はい、はい、私はですね、まず丸に感じたのが、まあ、洗練された長い層ですよね、うん、やっぱりこのスカンジナビアンデザインを使ったインテリア、もう何度見てもあこんなバリエーションで見せてきたかというふうに私たちを感動させてくれるものがありますので、ね、まあ、これは本当にボルボならではの魅力につながっていくんじゃないかなと思いました。そしてバッテン、これは車両設定の操作性、まあ、これはあのナビ画面を利用して自分の車の機能とかをいろいろ設定させる場面があるんですが、ちょっと自分が直感的にそこにたどり着けるようにもう少し工夫をしていったらもっと良くなってくるんじゃないかなと思いました、うん、今後に期待しています。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。エンジンフォーザライフ。